ようやくこの時を迎えられました。ねえ信長公、くせ者が！こっちか！風情を感じる暇はありませぬな。俺らの妻もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広場、敵は我が目の前にあり。バカ野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。とても寂しい哀れなお方なのです。あなた方も私と同じ熱き忠心にあふれている。私の意図は無駄を済むことか。刑も甚だしい刑だな。私は一体誰なのですか。姫たちは天下の次元大臣、それとも光秀が何を申じる。たかが手足が物にしてはか。ふん、面白し。の儀に巻き込まれるよう重々ご注意を。揃いも揃って姿が高いわ。よう誰と忍じておるか。よくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ、あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。甘みにもなく玉蔵あり川座敷王か。光秀、
是非もなし。第六天の恩情ぞ、物を左右へと招かんとす。不足を恐れることなどないよ。無血などただ一人のみだ。賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。カバネはカバネ同士、互い抱いて眠るがよい。死んではならぬ。あれほどきつく言った。ところを授けん、与徒の生殺の場をな。ご随意に。光秀、実に楽しげだな、光栄。
この世ばかりは私が主賓とはいかないようだ。改めて見れば意外と私も慕われたもの。なるほど。王は物の上にある。それらを見下せし者ぞ。意地悪な体、王の目の前に恥をかかせないでください。ういうい。そう、初めから私はここに死の淵にいた。長く、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。不幸は世も、故により逃れられぬものであるか。火の音、死の音、いささか飽きたな。耳にしたいものだ、私を変えるほどの音色を。